球は何から入ってくるか。レフト線へ持っていった。フェアだ。ヒットになる。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツコール。打順は1番に帰ります。バッター田中。2アウトランナーありません。さあ勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。打ちました。センターに抜けました。2アウトランナー。試合を制したのは読売ジャイアンツ。バッターボックスには4番井上。2アウトランナーありません。アウトコース決まってストライク。低めの球ストライク。ノーボール2ストライクです。引っ張った。サードが取る。1塁アウトで3アウトチェンジです。打席には6番バッター内川。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。初球ボール、打ちました。レフトが追いかける。入りました。2番バッターボックス裏本。今日はまだ当たりがありません。フォアボールのランナーが出ています。次が2球目。ストライクです。ノーボール2ストライク。ファウルになります。これもファウル。打ちました。ここもファウルです。2ストライクです。打ちました。セカンド取った。セカンドホール。読売ジャイアンツ。バッターは5番レアード。先ほどの打席でヒットを放っています。岩貞、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、レフト線フェアです。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー。この場面打席には坂本が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、しっかり抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。
バッターボックス今成、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。次が4球目、打ちました、ライナー掴んでアウト。ジャイオン、読売ジャイアンツ対北海道日本ハムファイターズのゲームを解説は番、ここで打席には内川が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、なおも満塁の場面、まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を、初球打った、打球を追っているが、これはヒットになりそうだ、頭上を越えていった、セカンドランナーも今ホームイン、まあせ2番バッター菊池、まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。これではバットが出ません、ストライクです。2球目は何で来るか、切れていきます、ファウル、打った、レフト前ヒット、サードランナーホームイン、さあマウンド上のマイコラス、これで2アウト、完全試合まであとアウト1つ。いやー富山さん、まあ本当に素晴らしいとしか言いようのない投球を続けてますよね。そうですね、ただあと1つのところで逃すということも意外とあるんで安心はできないですよ。そうですよね。さあ球場全体から期待がかかっています。インサイド落ちました、セカンド取る、これで3アウト、なんとなんと見事な完全試合を成し遂げました。ジャイアンツが相手だぞ。読売ジャイアンツ、打席には5番バッター長谷川、前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。1塁アウト、3アウトです。
バッターボックスには丸が入ります。さあワンアウトになりましたが、追加点の欲しい場面、まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですね。これはよく見ました。打ちました、いい当たりだ、入りました、ホーム。いや、ツーボールでしたからね。